今回ですね、インターネットビジネスをやる上で税理士をつけるべきかどうかについて話をしていこうかと思うんですけども、これからインターネットビジネスで起業したいと考えてたりとか、すでに起業されてる方っていうのは、この税に関する知識っていうのはすごい大事になってくるんですね。なんでかっていうと、やっぱりこの税に関しての知識が抜けてしまうと、脱税によって逮捕されたりとか、そういった可能性だってあり得るということで、今回の話っていうのは、アフリエーターとかブロガーとかコンテンツ販売とか YouTuber をされている方で、インターネットビジネスで独立起業している方、またこれからしようと考えている方が、自分が本当に税理士が必要かどうかっていうのが分かるのと、面倒な事務作業に追われる毎日っていうのを介して、無駄な時間や出費を、ね、削減することができるので、ぜひね、最後まで聞いてほしいなと思います。今回全体像としてはこんな感じでね、まとめてみたんですけども、できるだけ分かりやすく解説していこうかと思います。まず最初に結論から言うと、インターネットビジネスをやっていく上で、人によって税理士をつけるべき人とつけなくてもいい人っていうのは変わってくるわけなんですよね。それっていうのは売上の規模だったりとか、個人事業主なのか株式会社なのか、そういったところでも分けられるわけなんですけども、私はどうだったかっていうと、独立して1年目っていうのは個人事業主だったんですけども、1年目は個人事業主で会計ソフトなんかで自分でね、最終的な確定申告っていうのを行ったんですけども、1年目以降っていうのは会社を設立して、それと同時に税理士に頼むようにしたわけなんですよね。というわけで、私自身の経験も元に話をしていこうかなと思うんですけども、今回話す項目として、なぜ税理士をつけるべきか、そして税理士って何をしてくれるのか、どのような税理士を選ぶべきか、そして私がおすすめする税理士の紹介についてね、話をしていこうかなと思います。ではまず最初に、なぜ税理士をつけるべきかについて話をしていこうかと思うんですけども、まずその理由の一つとしては、経営者っていうのは自分の事業に集中すべきなんですね。経営者が領収書などの計算をしている場合ではないと。例えばこれを聞いてる方で、まだ個人事業主でかなり売上規模っていうのが小さいと、そういった人だったらまだね、自分で確定申告とかしちゃってパパッとね、終わらせるっていうのもいいと思うんですけども、ある程度自分の売上が数十万とか数百万とか売上が上がっていて、しかも株式会社にしてるってなってるんであれば、当然税理士にこういった事務作業っていうのは頼んだ方がいいわけなんですね。経営者っていうのはまず会社の利益を上げるためとか、社会のために何ができるのかっていうところをね、中心に考えてやっててほしいなと思います。そして2つ目に、素人の税の知識では足元が救われるということで、これどういったことかっていうと、独立するとやたら大量に書類が届くようになるんですね。これ実際に経営者やってる方ならわかると思うんですけども、会社員の時っていうのは会社の方が面倒な事務作業っていうのを結構やってくれることが多いので、あんまり税金の書類とか家に届くっていうことは少ないと思うんですけども、本当に独立するとびっくりするぐらい書類が届くようになるんですね。私も独立して1年目の時なんかっていうのは、何をどう処理したらいいのかわかんないようなね、書類だったりもたくさん届いたりして、自分は事業のことでやることいっぱいなのに、その他にこれ書いてくださいとか、これ提出してくださいとか、そういった書類がどんどん家に溜まってくると、本当に自分だけでは処理しきれなくなってしまうんですね。例えばそういった中で税金に関する書類がたくさん届いて、何も処理しないでね、そのままにしといてしまうと、後からね、延滞料とか払わなくちゃいけなくなったりして、かなり大変なことになってしまうわけなんですね。ですので、そういったことがないようにするためにも、書類関係の処理っていうのは税理士の方にお願いするっていうことがね、おすすめかと思います。そして税理士をつけるべきもう一つの理由っていうのが、いつでも相談できるってことですね。先ほども言ったように、独立起業するとよくね、わからないような難しい書類っていうのがたくさん届くようになるんですね。そういった時に顧問の税理士っていうのがいると、わからないことはすぐに連絡して聞くことができるわけなんですね。私の場合は LINE とかメールとかね、電話とかで聞くことが多いんですけども、別に税理士と直接会わなくてもいいわけなんですね。わからない部分は写真とかで撮って、これどうなんですかっていうような感じで聞けば済む話なので、本当に独立起業する上である程度の知識っていうのは必要だと思うんですけども、任せるべきところは税理士の方に頼まないと、自分の時間っていうのがなくなってしまうわけなんですね。というわけで、次に税理士って具体的に何をしてくれるのかっていうところをね、話をしていこうかと思うんですけども、私が主にやってもらってるのは売上の領収書等の計算ですね。例えばアフリエイトとかコンテンツ販売の売上の集計をね、してもらうとか、またパソコン買ったとか本買ったとか、そういった経費になる領収書の計算だったりとか、また毎月の売上のレポートということで、今月はこのぐらい売上があって、このぐらい出費があって、そして利益としてこのぐらい残りましたよとか、そういった感じのレポートを教えてくれると。そして先ほど言ったような書類の処理ですね。役所とか税務署とかに提出しなければいけない大事な書類を書いてもらったりとか、また相談ということで、結構ね、私もよく相談すること多いんですけども、やっぱり税理士さんっていうのは他の会社の方も見てるので、そういった会社経営者の悩みっていうのもたくさん聞いてるんですね。その分他の会社の場合どういったケースがあったかっていうのもね、結構過去の事例なんかもいろいろ教えてくれるので、そういった部分でも助かるんですね。そして次に、どのような税理士を選ぶべきかについて話をしていこうと思うんですけども、ここがすごい重要なんですね。
私の場合どうだったかっていうと、たまたまいい税理士に出会ってずっとその人にお願いしてるんですけども、やっぱり優秀な税理士を顧問にするっていうのがとても大事なんですね。ここ間違えるとかなり悲惨だということで、やっぱり会社っていうのは自分の子供みたいに大事に育てていくような、ね、ものだと思うんで、ここに関わる税理士っていうのが優秀か優秀じゃないかで会社の将来にも影響してくるわけなんですね。ですので一つ一つ丁寧に対応してくれる信頼できる税理士を選ぶってこと、またメリットとデメリットをしっかり伝えてくれるような税理士、必ずしも自分は税理士に担当してもらってるからといって、その税に関する考え方っていうのは人それぞれなんですね。結構よくある話っていうのが、税務署が税務調査にやってくるっていうのは、何年も前に遡って調査することができるんですね。もし税に対してだらしないような、そういった税理士を選んでしまうと、後から自分だけが痛い目に遭う可能性っていうのもあるわけなんですね。そういったところも踏まえて、危なっかしいような、そういった税理士は頼まないようにした方がいいかと思います。そしてもう一つが、これを聞いている方はインターネットビジネス興味ある方が多いと思うんですけども、インターネットビジネスを事業でやるならこの分野に詳しい税理士っていうのがいるわけなんですね。例えば田舎のおじいちゃん税理士みたいな人がインターネットに関する知識ってかなりね少ないと思うんですね。ちゃんとアフィリエイトとかコンテンツ販売とかどういった仕組みで成り立ってるのか、そしてこの分野で他にもクライアントを多数抱えてる、そういったインターネットビジネスに詳しい税理士の方をね選ぶっていうことをお勧めしたいと思います。というわけで、まさきおすすめの税理士の紹介ということで、私自身10年近くお世話になってるインターネットビジネスに特化して非常に優秀な税理士さんにお願いしてるんですね。もうだいぶ付き合いが長いんで友達みたいな感覚でもあるんですけども、本当にいろんなわがままにも答えてもらったりとか、かなり助けてもらってます。この顧問の税理士の方にお願いする場合、価格っていうのはだいたい相場と同じくらいか少し高いくらいになると思うんですけども、プランによっても違うんですけども、毎月だいたい数万円ぐらいと考えてもらえればと思います。まあ、今回ねこの税理士の方を紹介したいなと思ってるんですけども、誰にでも紹介したいなと思うよりは、私のクラブにね参加した方にだけ、これから会社経営して頑張っていきたいなと考えてる方には無償で紹介してますので、もしねすでにクラブに参加してる方で紹介してほしい方、これからインターネットビジネスを始めて税理士を探そうと考えてる方は、クラブに参加していただければこの優秀な税理士さん紹介しますので、ぜひメッセージいただければなと思います。クラブに関してはこのようにブロガーズクラブとマーブリックスクラブの2つがありますので、概要欄にリンク載せておきますので、そちらからもチェックしてみてほしいと思います。というわけで今回のまとめ、最近だと例えばインターネットとかで自動的に計算をしてくれる、そういったツールなんかも出ていて、税理士は今後必要なくなってくんじゃないかと言われてるんですけども、私はね完全にそうなるとは思ってなくて、やっぱり優秀な税理士さんっていうのは残ると思うんですね。というのも基本的な計算とかはそういった IT ツールとかでできると思うんですけども、やっぱり個人個人に応じた悩みだったりとか相談っていうのは、やっぱりこういった優秀な税理士さんいることによって価値が生まれてると思いますので、今後インターネットビジネスで独立企業を考えている方は、早めにこういった優秀な税理士さんっていうのを自分の元につけといて、自分はしっかりと事業に集中できるという、そういった環境をね作っておくっていうのが大事になるかと思います。ですので今回の結論としては、ある程度インターネットビジネスで売上がコンスタントに上がってきた段階で税理士にお願いするっていうような、やっぱり税理士に毎月払うコストってねそれなりにかかってくるとは思うんですけども、それをケチってしまったためにね、自分で気づかないうちに脱税してたりとか、もっと本来だとビジネスの売上上がるのに事務作業に自分の大切な時間を費やしてしまったと、こういったことを避けるためにもぜひね優秀な税理士っていうのをね見つけてほしいなと思います。というわけで私のブログではインターネットビジネスで独立起業するためのこういった様々な知識っていうのもたくさん載せてますので、合わせて概要欄にリンク載せておきますのでチェックしてみてほしいと思います。というわけで今回の話が役立ったらチャンネル登録とこの動画にいいねボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。